一イフシエラガイ、学名プラロブランケスマメレイトスは、カメノコフシエラガイ科に分類されるウミウシの一種。最大50センチメートルほどにもなる大型種で、インド西太平洋の暖流域の砂地に生息し、小型の貝類などを捕食する。種小名マメレイトスは、ラテン語のマメレイトスで、背面の乳頭状突起を言ったもの。和名の一切は、地名で、 高知県旗群大月町一斉に由来し、この地の標本が日本産古代の研究に用いられたことにちなんで名付けられた。別名、プレウロブランクスマミラアットス。インド西太平洋の熱帯域、日本、韓国以南、ハワイを含む西太平洋、タンザニア、モーリシャスなど、水深25から50メートルの開けた砂地に生息する。 1 5トル以上になる大型種で、最大で5 0トルを超える個体もある。和名の由来となった、大月町一歳で採取されたものは3 0トルドーム型、あるいは伏せた、皿型でおおむね短い楕円形の輪郭を持つ。背面には、入刀状、あるいは円錐形、あるいは小太も表現される大型突起が複数あるが、 稀には突起が低く体全体が盛り上がるものもある。体の地色は変異が多く、淡褐色、投稿色、暗赤活色など。外頭膜には背面突起の基部を取り囲むように紫ピンク色の半紋があるが、この半紋の発達具合にも相当の変異があり、半紋がつながって亀甲状になるものや途切れてピンクの点のみになっているものなどがある。 両性生,生殖紋は体の右側面の外頭膜と腹側との間に開口し陰形と膣口は近接しており肉体に囲まれる。生殖紋の後方にエラがある。殻は体内にある人の爪さまで薄く脆く痕跡的。体長 30cm の個体の殻は約 6mm ほどの長さ。プロトコンクはざっくりと250マイクロメートルほどで一巻き。 彫刻等はない。施設は一歳さんのものでは中央葉を描き、内側葉は短い針状、外側葉と円葉もほぼ同じ形で内側葉の4倍ほどの長さがあると報告されている。クッドハートらによって報告されたハワイさんのものでは四式49109-0109で内側葉は7形の短い針状、中側葉は大きく、不形もしくは 鎌型、災害部の側場は、棘状、あるいは鎌の柄が取れて葉の実になったような形で、中側場と外側場は、内側場の4から5倍の大きさ。なお報告者によって側場や円場の故障が異なるが、表現が異なるだけでほぼ同じことを言っている。あご板表面の小鱗小葉はすべて同じ形で、1個の小鱗小葉は、矢尻形で両側に尖った小葉が並ぶ。 水深20から50メートルの開けた砂地に昼夜、問わず見られる。高知県大月町一斉では、毎年後から7月に、水深25メートル付近の砂地で複数の個体が観察されている。一斉さんの一個体について、胃の内容物が調べられた結果では、多数のベニとト玉への貝殻、ザクロ貝の貝殻1個、不明2枚以外の貝殻片5貝類の生還小石、 砂などが観察されたことから、そこでは、ベニバト玉絵を中心に、砂上や、砂中の小型の貝類を捕食していると考えられている。ありがとうございます。